ムスターズのパーソナリティ5人が週替わりで同じことにチャレンジして帯番組としてつながっていくコーナーです。ではさっきのなんかあのニャンのシリーズでモノマネ、ザコシショウさんのモノマネをしましたがね、今日はこれですよ。はい、今週の企画を発表しましょう。こちら、パジャマでお断リンクス。今週は水曜日チームが選んだ MVP のリンクスを行っていきます。毎度おなじみのお断リンクスシリーズ最新作は、水曜日のディレクターのアイリスおじさんこと大野さんの希望で自腹で用意したパジャマを着た私たちを、夏のナンパ野郎である大野さんが何らかの形で誘ってきますので、それを振る断るというリンクスになっていますね。アイリスおじさんがすごい幸せそうな、あ、アイリスおじさんもパジャマを着るんですね。うん、いえ、すごいずっとニコニコしてますね。ね、今日はアカデミーの皆さんもまさかのまさかの来るというね、この週に来るっていうね、まさかのその時のね、アイリスおじさんの叫び声を私は今でも忘れませんけれども、ついに今日が来たぞということで、じゃあ早速ですがやっていきたいと思います。パジャマでお断りリンクススタート。Hey, yo, みなみー、ナイスパジャマー。あれ、テンション低い？上げてこうぜ、上げてこうぜ。俺たち、フィーリングパジャマーのメンバーじゃないか。なんだこの台本。いや、上げてこう、上げてこう。ファニーファニー。え？なんで無言なの？上げてこう、上げてこう。めちゃめちゃ可愛いな、しかし。ね。みなみちゃん、辛いよ。テンション上げてこうよ。じゃあ次行くよ。ということで、やっぱり俺たち、同じチームでやってきたじゃない。無言。無言。ということで、はい、これからも、リーダーのバロンと一緒に、パジャマライフ。エンジョイしてくれるかい？イエイ。ごめんなさい。嘘でしょ？ちゃんと見たいや。かわいい。かわいい。かわいい。ごめんなさい。はい、ということで、ね、終了です。満足ですかね。楽しかったな。ひどい。ひどいっていう言葉を残して去っていったおじさんでした。ガチのごめんなさいが出ちゃったな、つい。つい出ちゃった、やっぱり。ダメだ、生放送なのに。アカデミーのみんなも来てるのに。もう一回？プロやれる。そうか、私プロだからもう一回できる。うん、今のは本心だったけどでもやっぱりちゃんとやらなくっちゃ。ダメダメダメ、もう一回やろう。じゃあリンクススタート。頑張れ、私の表情筋頑張るぞ。 Hey, みなみー、スマイスマイスマイ、プリティパジャマスマイ、セイヨー、ヘイヘイヨー、みにゃごめんなさい。何も頼んでないまだ。だが可愛い。ごめんなさい。ごめんなさい。ダメだった。ダメだった、やっぱりアイリスおじさんが入ってくるとダメだった、ここに来るとダメだ。どうしたらいいんでしょう。プロなのにな、ちゃんと来て形も入ったのに。もっとなんか盛り上がる、うん、もっと盛り上がる、なんか自分も、あ、自分も頑張る、自分も盛り上がる。じゃあ自分もパリピになる。お、自分もなります。じゃあこれだったらいける。よし、3回目、3度目の正直ってやつだね。よし、
やるぞ。リンクススタート。ヘイミニャー、ヘイヘイミニャー、オッケー、ヘイミニャー、ミニャー、ミニャー、ごめんなさい。ダメだった。もう終わろう。もう終わろう。もうダメだ。アリソジさんはディレクターに戻ってください。やったことないかもしれない。やったことないかもしれないけど。あ、ダメだったな。みんなごめん。私もっと頑張るね。笑えるように。心の底から笑えるように。頑張るね。私頑張る。あー、でも可愛いパジャマですよ本当に。イメージがあるんですか、それぞれの。まあね、自腹ですからね。これはアイリスおじさんのこのピンクのね、バンビちゃんとかが書かれてるリスとかリボンとかピンク、絶対選ばないと思って。へー、でも似合うと思います。あ、そう、 L サイズなんですよこれ。ちょっとブカブカめ。それをやって、それをやってほしかったんですっていう。ちょっとあの終わりましょう。ごめんなさい、ごめんなさいということで。ごめんなさいということで、明日は松田理沙ちゃんがパジャマを着てお断りをします。皆さんお楽しみに。以上、スターリンクスのコーナーでした。それではここで一曲お届けしましょう。今月の A&G 推薦曲です。ナウオンエアーでレインボーズハイウェイ。